勝てば首位に躍り出るロッテ。2回に7番井上のタイムリーで先制。この回2点を奪います。先制したゲームは22連勝中。先発石川も好投を続けますが、8回、この回先頭代打森にツーベースを許すと、続く金子にタイムリーを浴び1点差に詰め寄られます。なおもピンチで石川の後を受けたハーマン。2人目スパンジェンバーグへの初球でした。打球は高く打ち上がり、歓声とともに無情にもライトスタンドへ。ロッテ先制した試合での連勝神話も崩れ、首位浮上とはなりませんでした。